はい、どうも、ゆとぴの遠い箱でございます。今回はですね、今見てわかる通りなんですけども、このアイアンマーマーク7たちを各メーカーごとに見てみようかなと思います。アイアンマーマーク7って結構立体感に恵まれてるフィギュアでして、いろんなね、フィギュアメーカーから可動フィギュアが出てるんですよね。ちょっと解説入れながら点数付けをしていこうかなと思います。造形、可動、付属品、遊びやすさ、価格面を見て、全部5点評価にして合計で20 10点満点評価でつけていこうかなと思います完全なる独断と偏見でございますのでその辺はご了承いただければなと思いますそれでは行ってみましょう それではまず紹介するのは海洋堂から発売しているリボルテックのアイアマーマーク7でございます今回紹介する中で一番古くに発売されたマーク7ですね発売月が2013年2月で価格が今の税込みで4400円ぐらいでしたねかなりねアレンジが効いてるので正直劇中準拠と言われると首をかしげてしまうかなっていう印象ですもうすでに8年ぐらい前に発売されたものなので ただ、海洋道政策ということで安定の日本政となっと。 おりま可動にはリボルテックジョイントが採用されているので大胆なポージングとかができて他のフィギュアでもあんまりできないようなものが楽しめるようになっております一方で可動とととかかにちょっっ癖ががああて苦苦手手意識るる人もいいいんじゃないかなな思いますす正直僕は少し苦手なタイプですね今のリボルジョイントはちょっと違うかもしれないですけどもクリック感が微妙にあるようなタイプのジョイントなので他のフィギュアに比べてちょっと微調整が効きにくかったりするっていうのがリボルテックのフィギュア の特徴かなと思いますただ可動自体はとても広く動かすことができるのでそういった面では優秀だと思います付属品にはエフェクトパーツと交換用手首パーツが付属するだけなので結構 結構寂しい印象はありますねしかもエフェクトパーツに関しては2つ付いてるんですけども長さが違うものが1個ずつって感じなので何とも言えない感じですよね飛行シーンとか再現するときに左右で違うとちょっとバランス悪くなりますからねただこのリボルテックのマーブ7って2015年にも1回再販しててその時点で公式からもレガシーっていう名前が付いてたんですよねもう古いものだっていうことは認識されているとは思います改めててマーークをリニューアルしし発売して てくれるっていうのもありなんじゃないかなとは思っております評価としては造形が2点可動が3点 付属品2点遊びやすさ3点価格が4点ぐらいかなと思っておりますそして総合は15点でございます造形のところで少し厳しめな点数をつけておりますけども価格が安かったりはするのでこのぐらいの点数かなと思いますはい次に紹介するのがこちら2014年9月に発売されたグッドスマイルカンパニーのフィグマのアイアンマン M7 でございます今でもなかなか珍しいフィグマの実写キャラクターですね価格はですね通常版が 7, 8944円でフルスペックバージョンっていうものが同時に発売されておりましてそちらが8963円となっております今回動画の中で紹介しているのはフルスペックバージョンなのでさまざまな武装展開とかが楽しめるタイプのものとなっておりますそして武装展開がこのサイズでは初めて再現されていたっていうことになると思いますねなので個人的には結構満足してますし割と今でも傑作と呼ばれるほど人気になったねマーク7のフィギュアだと思います関節部がねちょっとおもちゃっぽいんですけど もうそれ以外の造形はね結構かっこいいんでポージングつけるとめっちゃ映えるんですよねそこが押せるポイントかなと思います可動に関してもおおむね良好でして床パンポーズとかも全然決めることができるようになっております首もしっかり前向くのでそこまで可動に難点があるかなとは思いませんでしたちょっと膝のパーツがポロリしやすいぐらいですかね動かす分には特に問題はないと思いますまたこれ Figma 独自のものなんですけどもフェイスオープンをしたトニース ヘッドついてるんですよねこのサイズでもこのヘッドが付くのはフィグマのみとなっておりますアニメチックになってはいるんですけども割と顔の造形は近くて塗装次第ではかなり似るんじゃないかなと僕は思ってます そして武装には背中の4枚のフラップが展開した状態のものだったりエフェクトパーツ腕や肩太ももについているミサイルが展開したパーツが付属しておりますそれを差し替えることで再現できるようになってますね結構羽根になるので普通にかっこいいですね若干交換しづらい点もありますけども注意点としてはこちらもちょっと古いものなので中古で買ったりすると劣化しているものがありますね塗装が退色していたりベタついているものがあるのでその点だけ気をつけて ください点数としては造形は4点稼働は3.5付属品4.5。 遊びやすさはちょっと交換がめんどくさかったりポロリするので2.5価格はまあ普通ぐらいなので3点ぐらいかなで合計17.5点となっておりますまあなかなか今だとね入手しづらいタイプのフィギュアでありますけども買ってそこまで損することはないのでぜひとも見つけたらねチェックしてみてくださいお次はコミケーブスタジオという海外のフィギュアブランドから発売したアイアンマンマーク7でございますところどころにダイキャストが使用されていて今回紹介するアイアンマ マークセブンの中ででは一番重たいですねマジで鉄っていう感じの重たさがあります価格がたい1万5000円ぐらいっていう感じですかね発売したのは2017年2月ぐらいですねなんでぐらいぐらいって言ってるのかっていうとコミケブスタジオ今あるのかないのかよくわかんないので正確な情報が手に入らないんですよねでこのマークセブンですけども見た目の再現度は非常にかっこいいと思います情報量も多くて結構僕は好きなタイプのマークセブンだなって思いますねちょっとあ 赤い色がいかにもな赤してるのでそこが嫌だっていう人もいるかもしれないですしちょっと墨入れとかも太めなので塗装周りに若干の難があるかなとは思いますでこれすごいのが目と胸のアークリアクターが LED で光るんですよねこのサイズで LED 搭載してるのはコミケーブスタジオのマーク7だけですそういった点楽しめるのでまあ、15000円っていうのはある意味妥当なのかもしれないですねただ一方で稼働に関しては結構厳しくてまあボディの 動,は十分動かせるんですけども首とかにはコードが入っているのであんまり無理に動かすとねちぎれちゃうらしいんですよねそこがめちゃくちゃ怖くて床パンポーズもめちゃくちゃ技巧しなくなっちゃうんですよね動かす上ではかなり気を使うタイプのフィギュアだなって思います付属品周りはですねエフェクトパーツだったり腕と太ももと肩の武装の展開ができるようになっているのでフィグマとあまり変わらないような内容になってますね LED 発光してしてかもダイキャストで,ここまで で武装展開できるっていうのはかなりプレイバリューは高いんじゃないかなと思います数あるマーク7のフィギュアの中でも結構気に入っているタイプです点数としては造形が4稼働が2.5首がま動かないからね付属品が4ぐらいですねで遊びやすさは3.5で普通ぐらいかなと思いますで価格が今回紹介する中で一番定価が高いので2.5で合計16.5となっておりますダイキャスト使用して LED 発光があって武装展開ができるっていう面ではかなり 点数は高い方だと思いいますはい、お次は満を持して発売されたハズブロ製のマーベルレジェンドから出たマーク7ですね発売が2018年の8月頃で価格が日本だと4200円ぐらいでしたねで6インチなので今回紹介するフィギュアの中でも頭半個分ぐらい大きめとなっておりますこのマーク7は MCU シリーズ10周年記念として発売されたのでパッケージも独自仕様のものとなってましたね造形はマーベル レジェンドの中でもかなり申し分なくて大きめな刀身でとても迫力があるマーク7だなって思います唯一気になるのが目の青い節ですね <laughs> 結構目立つのでそこはちょっと残念かなとは思いますただ背中のフラップの展開が4枚ちゃんとできるっていうのは大きなポイントだと思いますね稼働に関してはまあぼちぼちって感じで首の可動はそこまで広くはないので床パンポーズもちょっと下を向いちゃう感じになるかなアクションポーズとかはだいたい決められるんじゃないかなって思います ハズブロ製ののおもちゃなので結構気兼ねなく遊べるのが大きなポイントだと思いますただし付属品周りはちょっと寂しくて交換用の手首が1組とエフェクトパーツが2つっていう感じなのでフィグマとかコミケ部みたいにボディの中に仕込まれているミサイルの展開とかをすることはできません逆に言うととてもシンプルな内容なので遊びやすさとしては結構点数は高いかなと思います評価としては造形は3.5 稼働も3.5ぐらい。付属品はちょっと少なめなので2点ぐらい。逆に遊びやすさはあるので4点。で、価格に関してはさっき4200円って言ったんですけども、ちょっと高騰してて、1000円から2000円ぐらい上乗せしないと買えないかなと思います。なので価格は3点ぐらい。そして総合16点っていう感じとなっております。まあ特にね、遊びやすさの面に関しては他のブランドのマーク7の中では圧倒的かなと思うので、ぜひね、いい感じの値段で見つけたらチェックしてみてください。 はい次は再び日本製のバンダイスピリッツから発売された SH フィギュアーツのアイアンマーマーク7ですねアーツの方は2種類発売されておりまして濃いめの赤の方が2018年10月に発売された6600円のアイアンマーマーク7でちょっと薄めの赤の方が2020年11月7700円で発売されたマーク7アベンジャーズアッセンブルエディションですねなぜか値上がりしてるっていうね フィギュアーズのアイアンマンシリーズなので結構いろいろ数は出てるんですけども満を持して発売されたマーク7足にはいつものようにダイキャストが使用されているのでずっしりとした重みはありますね顔が小さくて肩周りとか胸周りもちょっと小さめにアレンジはされているんですけどもそこまでマーク7のイメージを崩すことはないかなと思いますね アークリアクターがね、比較的大きめにデザインされているのが特徴だと思います。可動範囲に関してはもう優秀でして、腕も足も腰も頭もよく動かすことができます。床パンさせてもある程度前をね、向かせることができるので、結構ゴリゴリポージングさせることができます。一方で、パーツ同士の干渉で塗装ハゲとかがちょっと気になるタイプのフィギュアかなとは思います。付属品周りはですね、今回紹介するマーク7の中で一番豊富かなと思います。 肩と腕のミサイルと太もものミサイルはヒグマとかコミケーブと一緒なんですけども手の甲に仕込まれたレーザーまで再現できているのはこの SH フィギュアーツの M7 だけですねでもちろん背中のフラップ4枚も手動で展開させることができるようになっておりますので劇中の M7 の開くところアーツもねほとんど開かせることができるようになっておりますねその点ポイント高いんじゃないかなって思いますもちろんおなじみの交換用手首パーツとかエフェクトパーツも飛行用と リパルサー用のもののもがいいているのでポージングに合わせて変えることができるようになっているのがフィギュアーツの大きな特徴かなと思います点数としては造形は3.5ぐらい可動は広いので4.5付属品も豊富なので4.5、えー、遊びやすさに関してはちょっと塗装剥げとか気になるので3点ぐらいで価格に関してはですねこちらどっちもプレ版限定アイテムだったために今相場だとね2倍近くになっちゃってるんじゃないですかね1万円超えるものがザラでありますね 2点ぐらいいかなと思います総合点でいうと17.5点ぐらいです全体的に見てもとても優秀でバランスのとれたアイアンマン M7 だと思うので本当に価格以外はとてもおすすめできる M7 だと思いますはい最後に紹介するのは突如流星のごとく現れたメーカーである ZD トイズのアイアンマン M7 でございますえこちら発売したのが一番最近で2021年の7月ですねで価格がなんと3000円投量入れても4000円ぐらい というねねお安めの値段なんですよ、ね、身長はですねちょっと大きめでして他のマーク7が12分の1ぐらいのサイズだとしたらこちら ZD トイズのマーク7は10分の1ぐらいかなと思います他のメーカーのフィギュアと並べると違和感は出ちゃうかなと思いますただ造形とかビジュアルに関しては他のメーカー追従を許さないほどめちゃくちゃかっこいいです ZD トイズの他のアイアンマンもそうなんですけども全体的にビジュアルのクオリティはめちゃくちゃ高いですね非常にかっこよくて劇中に 近くなっておりますね塗装に関しても粗さとかもなくてとても良好メタリック塗装がめちゃくちゃかっこいいんですよねただ立たせるだけでもとても映えるフィギュアだと思います 一方で稼働に関してはそこまで広くはなくて床パンポーズはある程度はできるんですけどもお腹部分には可動域がなかったりだとか首の可動がちょっと狭いなっていうところがありましてフィギュアーツとかフィグマとかに比べたらそこまでガシガシとポージング決めることができるタイプのものではないですねただビジュアルがかっこいいので意外とどんなポーズでも決まっちゃったりするのがこの ZD トイズの不思議なところ付属品に関してはエフェクトパーツと交換用手首パーツな なのででそこまま多くはありませんただ映画のロゴが付いた専用台座が付いてくるっていうところに関してはフィギュマとかと同じかなとは思いますねで背中のフラップに関しては2枚しか開かないのが一番残念なポイントかなと思いますねそれ以外は本当にビジュアルがかっこいいのでボディの武装展開しなくてもかっこいいポーズは決められるんじゃないかなって思います中国メーカーって聞くとちょっと不安に思う方もいるとは思うんですけどもちゃんとこちらライセンス取ってる正規品なので安心して買うことが できます点数つけますと造形は本当にかっこいいので4.5可動はね狭いので2.5ぐらいかな付属品もまあぼちぼちなので3点遊びやすさはとても手に取りやすいので3.5で価格がこのビジュアルでかなり安めなので4点で合計17.5点となっております本当に新興のメーカーみたいな感じなので ZD トイズのアイアンマンシリーズを結構注目してる人も多いと思いますので僕もね今後新しいの発売されたら紹介していこうと思います 思います はいてな感じで一体一体解説と点数付けしていったんですけどもいかがでしたでしょうかね皆さん好みのアイアマンマーク7ありましたでしょうかねマーク7だらけですよで今ねこうやってずらって並べてますけれどもここではちょっと色味とかを見ていただければなと思います左からマーベルレジェンドフィグマフィギュアツフィギュアツコミケイブリボルテック ZD トイズですねちょっとねカメラの設定上色味が微妙にちゃんと映ってないなっていうところはあるんですけど コミケーブとフィグマは結構色が似てますねで一番深い赤色なのが一番最初のフィギュアーツですねでかなり明るめなのがこのマービルレジェンドって感じかなこの辺は好き嫌いあると思うんですけども僕はこのフィギュアーツのアベンジャーズアッセンブルエディションの色が一番好きですはいてな感じで6個のブランドのアイアママーク7を見ていきました我ながらねやっぱりねどうかしてるんですけどもやっぱマーク7ってかっこいいよねまたいろいろフィギュア出てきたら欲しい だけども、ということで、皆さんも良きマークセブンライフをお送りください。あ、そういえばマーク7の王の紹介忘れてましたわ。